どうも。突然ですが、皆さんお出かけするときにスマートフォンはどうしていますか？おそらくバッグの中に入れる人が大半だと思うのですが、先日ちょっと変わった形で持ち運べる道具を見つけました。それがこちらです。で、これだと何だか分かりませんか？こちらです。自転車やバイクに取り付けて使えるホルダーのようです。ここを押すとこのように出して、大きさが調節できます。せっかくですので自分のスマホをやってみます。こうやって、このようにした後、こちらを回して、おそらくこのように挟み込むのだと思います。もちろん走行中の使用は厳禁ですが、これだったらナビとかを使うときにはいいかもしれませんね。また活用したいと思います。そう、説明書も入っていますので親切ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。